まあ、今回この説明をさせていただくのについて、ちょっと我々も皆様からどうやって受け止められるのかなというふうなところで懸念を感じている項目がいくつかありまして、深川地域の活性化や市全体の魅力向上ということで、ここが深川地域、深川小学校等ですね、我ら地元の施設だといったような軸足で今回の事業をですね考えておられる方がもしもいらっしゃるとするとすれば、市としてはここは市全体のまちづくりの観点でもってですね、ここは整備していきたいなっていうような考え方で進めていきたいということがまず1点目です。それから2点目、多世代交流っていうようなことをご提案の中でいただいてるんですけども、中でも特にこの子どもに軸を捉えたっていったようなですね、記載をさせていただいております。今回のこの虹農家効果っていうことでですね、子どもさんたちの数も今回の虹農家の整備にあたって、東名地域などではもう大変人口社会増に転じている、教室が足りるやろうかという心配をしていかなくちゃいけないような状況で、やはり子どもさんを育てやすい環境を市が積極的に整備していくことが地域の繁栄にもつながっていくっていうようなことが実証されましたんで、やはりここは子どもさんを一つ軸に置いたような、もちろん多世代の方々に関わってもらうような施設にしていきたいんですけども、中でも子どもさんは軸にといったような捉え方を今回示させていただいたといったところですね。それと市内外の世代を超えたといったようなですね、市だけでなく市外からもですね、例えば来ていただけるような、我々のもとには子育て世代の方々からいろいろな声が耳に入ってきます。そんな中で瀬戸市内でお子さんを育てておられるような世代の方々から、瀬戸には子どもにとって魅力のある施設が少ないと、例えば春日井であるとか最近施設整備がされたところがありますので、そんなところでわざわざ行ってるんですよっていう、瀬戸市ちゃんとしっかりしてくださいみたいなですね、そんな声をいただいたりもしているものですから、逆に先ほどのような形で瀬戸市にはこんな子どもさんにとって素晴らしい施設があるんだということで、市外からですね逆に来ていただけるぐらいのそういう施設整備をすることによって、瀬戸は子育てしやすい町なんだというのが3点目です。そして4点目が、皆様からいただいた提案書の資料の一番最後の方にはイメージパースといいますか、イメージの写真なども添付していただいて、我々に提案の方をいただいておりまして、その、イメージ写真などを拝見すると、もう校舎は全て更地にして新たな新設の施設を作っていくといったようなお気持ちの方々が仮に多いとした場合、今回我々が既存施設を活用しながらといったようなところで提案させていただくことについて、皆さんがどう思われるのかなといったところが、気がかりな点の4点目ということでございます。特に小中学校の校舎についても今超寿命化の工事に入っております。区体を残して、区体は残すんだけども、あとはもう整備をして、例えば垂直移動のエレベーターですとか空調の整備なんかもさせていただきながらですね、整備をしていった方が逆に時間的にも予算的にもですね効率的なんじゃないか、それぞれの担当部課長と協議してきた一つの方向性というものです。もちろんこれまで通り皆様方と積み上げ方式で、今日こういった場でですね膝を突き合わせて協議をしながらですね、その内容については検討してまいりたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いします。